愛之助くん、そして頑張ったコパンダくん、躍動感あふれる、本当に素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました。丸之助くんとコパンダくんは引き続きよろしくお願いします。皆様にもう一度大きな拍手をお願いします。改めまして、本日は WWF ジャパン主催の環境イベントアースアワー2015 in 横浜カウントダウンイベントにお越しいただきましてありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます、2011年ミスアース日本代表の前田と申します。前田智子です。よろしくお願いいたします。とは言っても皆さん多分ミスアースとは何ぞやと思ってらっしゃると思うので少しだけ自己紹介させてください。ミスアースは世界四大ミスコンのうちの一つと言われております。その中でも環境問題に対する取り組みに特化した、ミスコンです。2011年私は初代の日本代表として、世界大会に臨み、コスチューム部門、ナショナルコスチューム部門では優勝をいただき世界一の座を取って帰ってまいりました。その、つながりもあって WWF さんとは長く一緒にお仕事させていただいております。普段はですね、テレビのレポーターだったり、もともとはモデルですのでいろんな広告でお目にかかることもあるかなと思います。本日はよろしくお願いします。本日のアースアワー2015 in 横浜並びにカウントダウンイベントは公益財団法人 WWF ジャパンの主催、環境省横浜市の公園、株式会社エコリカの協賛、一般社団法人横浜みなとみらい21、日産自動車株式会社、株式会社モンベル、パナソニック株式会社、横浜 F マリノスの協力によって実施しております。ありがとうございます。それではここで今一度皆様にアースアワーのご説明をさせていただきます。アースアワーは毎年3月最終週の土曜日午後8時半から午後9時半の1時間照明を消すことで地球温暖化防止の決意を表明する世界最大の環境キャンペーンです。一人一人の力を合わせ、みんなの気持ちがつながれば必ず温暖化を防げるという思いのもと、2007年にオーストラリアで始まった参加型キャンペーンなんです。世界各地の人々が同じ日の同じ時刻に照明を消すことにより温暖化防止と環境保全の意思を示します。昨年は162の国と地域から7000の都市や町が参加しました。日本では昨年に引き続き今年も横浜市のご講演を受け、アースアワーの時間にみなとみらい地区の夜景が一斉に消灯します。午後8時半からのカウントダウンを前に主催者及び関係者から皆様にご挨拶いただきます。主催者を代表して WWF ジャパン事務局長筒井隆二、そして講演をいただいております横浜市温暖化対策統括本部環境未来都市推進担当部長吉野典明様です。それでは筒井事務局長、吉野様、ステージ上までお願いいたします。皆さんこんばんは。トリコローズトリコローズ、マーメイズの筒井です。いかがでございますけれども、ちょっと年がそれには厳しいということでございますが、私は公益財団法人、WWF ジャパンの事務局長をしております筒井と申します。今日は皆様本当にお休みのところたくさん集まっていただきまして本当にありがとうございます。先ほど、紹介がありましたけれども、昨年は162の国でこのアースアワーというものをやらせていただきました。そして私ども WWF は世界110カ国で活動していますけれども、なんと今年は172カ国でこのアースアワーを挙行させていただきます。これは今まで人間がですね、約350年前が一生懸命地下を掘って石炭を掘ったり石油を掘ったりして文明を築いてきましたけれども、今まで下を向いていたのをやめて、これからは上を向いて歩こうということを伝えたいと思います。上を向いて、今も太陽が輝いておりますけれども、太陽の光を使おう、そして、風の力を使おう、そして地熱発電もしようということをして、2050年までに今の化石燃料に頼っている世界を変えていこうというふうに私たちは提案したいと思っております。そしていろいろな学者の方々とか研究者の方々と協力をした結果、2050年までに日本は
石炭、石油に頼らずにですね、すべて再生エネルギーで電気を作れるということが立証されることになりました。ぜひその目標に向かって皆さんと一緒にやっていきたいと思います。今回私どもは横浜市の林市長とお話をしまして、彼女の非常にこう強い指導力と行動力を大変感銘を受けました。そして今日は横浜マリノスの皆さんと、そして横浜市民の皆さんと、そして集まっていただいた多くの皆さんと、このキックオフを始めて大きな目標に向かって進んでいきたいと思います。地球1個分の生活、これが私たちが願う世界です。地球にあまり負担をかけずに自然の再生力の中で生活をする、そしてそれが楽しくて創造的で面白いということを、ぜひ横浜市民の皆さんと一緒に実現していきながら、これを世界に発信していきたいと思っています。どうぞこれからもよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。